2023年新日本プロレス初詣デッスルキングダムセブンティーン 1.4 東京ドーム大会第3試合は IWGP タッグ選手権。世界最高峰の呼び声も高い現チャンピオン AEW 所属の FTR に、去年年末に行われたワールドタッグリーグを制した後藤弘樹、吉橋の2人が挑みます。おととしのワールドタッグリーグに続いて去年の大会も連覇、史上3チーム目のワールドタッグリーグ連覇を果たしたリサモンこと後藤弘樹、吉橋の2人。去年のレッスルキングダム16ではワールドタッグリーグ初優勝の勢いを借り、そのまま当時のチャンピオンハイチ・ザック・セイバージュニア組を破って第92代王座につきました。特にこの吉橋にとっては自身初の IWGP を冠するタイトルであり、今回もワールドタッグリーグを取って終わりではなく IWGP タッグを取り返して完成すると語っています。新しい声出しルールによる新しい大会のスタート、それに合わせて西野の大合唱から勝利を約束しています。180cm 102kg 吉橋、2年連続でこの東京ドームでの快挙なるか。ただ吉橋が打ち勝ちました。ここは先にコンビネーションを見せました、ビシャモン三枚、はい、まさに拳です。逆の行くぞ、第97代の IWGP タッグ王座。それぞれのパートに分かれての乱れ打ち、でかいな、やっぱ吉橋選手にとっては。いや、これは大きな武器でした。ここはタイム入れ替えて、歴史そうですね、過去の歴史が。おお、岡田を牽制してからアフタロッキングいった、バック吉橋が取る、フルネルソンか、おお、足を蹴る、ヒットバックスクリーン、スクリーン、激烈、激烈、一戦を仕留めに行くか、おお、どうする、ショート、すごい、チャンピオンの防衛です。おお、伝説に残るのか、どうする、おお、伝説に残るぞ、なんだ、